先週まで一玉240円だった白菜が400円に、先月中旬まで一玉60円だったレタスが120円と2倍に。露地野菜の値段が今高騰しています。高知市新本町にある創業68年の棚の青果店です。先週レタスと白菜の値上げに踏み切りました。しかも例年だと西日本産が並びますが、今年は長野県産です。その背景には全国的に梅雨入りが早まったことにありました。日照不足の影響で西日本で生産されている一部の野菜の収穫量が激減したのです。今野菜が高くなりますよね。そのことを言ったんですよ。レタスとかトマトが高くなりにくいですね。ですよね。次もまた一つでまたそのうちで落ち着くかなと思うんですけど、食べないとねいけないですね。この店で野菜を仕入れる飲食店の経営者は、いや本当にね高いですけど、うちこう食べ物屋してますからね、どうしてもいるもんなんです。で買わんわけにいきませんけど、安くなってほしいです。本当に響きます。四国地方は観測史上最も早く先月15日に梅雨入り。 JA 高知県によりますと、県産のきゅうりやナス、ピーマンなどの野菜がうまく育たず、一時値段が高騰しました。特にきゅうりの取引価格は例年だと5キロ1000円が一時2000円まで上がりました。ただここ数日の天気が良かったことなどから、今後野菜の値段は例年並みに落ち着く見込みです。